鈴なりの村田明彦ですいわしの梅生姜煮を作ります生姜を切っていきますこれは細めの千切りです そして炊く梅干し、これの種を取ります、はい、こちらがイワシの梅生姜煮に,に使う生姜と梅干しですイワシを、えー、切っていきますこれは水洗いですねちょっと軽く鱗を取ってくださいで頭を落としますでお腹を切ります 余分な内臓。を出してきます。尻尾も別に食べれないので落としちゃいます。こういう状態にします。で、このお水はできれば塩水の方がいいですね。塩水にしておくと、あのこの青い色がなかなか飛びづらいので、青魚にはいいと思います。 そうしましたらこのイワシのお腹を水洗いしていきますこの溜めた水の中でやるのがよろしいかと思いますで洗いましたらクッキングペーパーの上に置いて水気を取りますこの時にお腹の中の内臓などが残っていると後々臭みになるのでしっかり取っておきますはじめに えと酢と、えー、お水でで茹こあんまり重ならない方がいいんですけどもあの隙間が空きすぎてもちょっとダメなのでちょっときっちりはみるようにしますでここにお水ですでお酢ですね 茹でこぼしをするとあの余計な臭みが出たりとかあと銀の皮が残りやすくなってあと骨も酢を使うことで柔らかくなりますで沸騰するまでちょっとこのままでしておいてください酢とえ水が入った出汁が沸いたら蓋をして落とし蓋をして弱火にしますちょっとポコポコになるぐらいの加減がいいですね 弱火にしてこのまま、えー、10分炊きます弱火で10分戻してその汁を一回捨てますで茹でこぼしますでちょっと混濁した汁の中にこの臭みだったり油の変な部分だったりが入ってすっきり炊けますのでで一回蓋を取りましてこの中に生姜 ここに梅干しを入れます調味料ですまずは水でお酒ですここに砂糖ですねみりん入れますで お醤油ですで、このような状態にして強火にかけますもう一度落とし蓋をします沸騰してから20分弱火で炊いていきますただ仕上がりますで、こういう感じになりますねそうしましたら盛り付けていきます 木の芽を盛りますで関西ですね